なるお。はい、なるおでございます。今日県北サークに来ました。はい、ね、ちょっと実家の方に用があって、まあその帰りにね、ちょっと時間ができたんでね、はい、寄ってみました。今日いつもの場所よりちょっと一本奥のサークに入ってます。はい、ということで今日平日でね、もうブルーインパルスがバン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 戻ってきて、もう喋ってる間にもうオープニング3回撮り直しですよ。もう飛行機の音がもううるさくて、もはい、まあ平日の県北サークってこういうもんなんでね、まあ仕方がないのかなと思うんですけども、まあとりあえずね、まあ県北サークの方でも結構まあマンゴチヒラメのチョッカも出てるんで、まあどっちでもいいです。はい、マンゴチのね、まあリモートも始まりました。はい、ということで、まあヒラメでもいいですし、はい、マンゴチでもどちらでも釣れる方釣りたいと思いますよ。ということで、まあちょっと短時間勝負、明日も仕事なんでね、ちょこっとやって帰りたいと思います。それではね、最近県北ばっかりですけど、はい、今日こそ頑張って釣りたいと思います。オープニングいきましょう。Are you ready? さあ、行くぞ。はい、早速ね、県北サーフの方来ました。いつもはね、そっちのサーフでやってるんですけど、今日はね、一本、はい、向こうのサーフで、はい、やってきました。こっちはあんまりね、やったことがないですね。ほぼほぼ、うん、2回くらいしかないかな。こっちの方が水深あるっていうような話なんですよね。うん。まあ、ちょっとこっから見て波はちょっと、高くも感じるのかな、これ。結構波高いな。うん、ちょうどもう少しで雨止まりなのかな。今日どっちだっけ、大潮だったような気すんだけどね、うん、違かったらごめんなさい。はい、とりあえずね、今日はまず新シェイカー、はい、新しいから買いましたね。はい、白腹目よくわかんないですけど白です。はい、白の新シェイカーでいきましょう。ということで、はい、まずはこれでやってみたいと思います。まあ潮がね、今上がってきてる状態なんでね、さあどうなのか。まあ、風はないですね。はい、波がちょっと高いかなって感じはするんですけど、まあ濁りが若干濁ってるかなみたいな。うん、まあこれでね、右左の流れがあるかないかで、まあ、変わってくると思うんですけど、そんな右左の流れはなさそうですね。そんな、うん、うん、とりあえず、うん、そうですね、今日はこんな流されてないと思います。はい、若干左に流されるけど、まあ許容範囲だなって感じですかね。ただ沖のブレークからの波見ると結構波が高く感じるんですけどね。うん、あ、若干左に流されますね、ここは。うん、まあちょっと、まああとポイントほら、ランナーしながら流れ弱いとこを見つけて、はい、やっていければいいかなっていうふうには思いますけど、まだまあまあまあこんくらいの流れだったら許容範囲でしょう。ということで、ゴミはもうキャストして飛ばしましょう。はい、ということで、さあ行きましょう。潮だからね、結構いいと思うんだけどね。
いつもより一歩奥で、はい、今日は釣ってます。珍しいですね今日。でもなんだろう、来る時車2台くらいあったんで、まあ何人かアングラさんは入ってるみたいですけどね、隣のサーフ。うん、まあ、俺はねちょっといつものちょっと雰囲気を変えたくてね、ちょっといつもより奥の一本奥のサーフに、はい、入りましたけど、まあ、とりあえずまあどうなのかなって感じですかね。あーでも結構左の流れ強いな、こっちな。結構左に流され始まってるぞ。ちょっとこれはあれだね、どうだろうな、ちょっと流れの弱いとこ探してみようが。ただね、あそこの一番奥の方でね、頂上決戦やった時マーゴン出てますからね。てかゴミ全体のやつ取れてねえじゃないかよ。ファストして飛ばすところがついてきやがってるよ。さあということで行きましょう。いいですね、飛びますね、シーシェイカー。とりあえずね、今回ね、あの日本海で使おうと思ってたね、あのジグがそのままの状態なんですよ。だから結構メタルジグ関係がほぼほぼもう生餌からだとブルピンとかそういった系、うん、日本海仕様のジグカラーになってるんで、あのいつものメロン系だピンクだ黄色だってのがないんですよ。ほぼほぼ生餌カラーなんですよ全部ね。だから今日は生餌カラーでの勝負になりますね。まあいろいろね、あのダニエルとか一応ヘンチマンオフベイト、あとクリッパー TG ベイト、まあその辺はねジグは入ってますけど、うん、まあカラー的にちょっとそっちに今日は偏っちゃってますね。ちょっと日本海のまんまだったんで、いや今日一応ね釣りするかどうかはちょっと不確かな感じだったんですよ。実家にちょっと用あってね、帰りになんかちょっとワンチャン時間あれば釣りできるかなみたいな、そんな感じだったので、うん、まあいろいろちょっと用足し終わって意外と時間ができたんで、まあちょっと1時間くらいやってみようかっていう形でちょっと県北の方来てみました。はい、でいつもの場所でもよかったんですけど、ちょっとね雰囲気変えたかったんで日本奥のサーフに入ってますけど、いやー日本海ねサーフ入りたかったけど風がね思いっきり爆風向かい風だったんでね、今回ちょっとアジ釣りって形になっちゃいましたけど、まあ深瀬で黒鯛もねちょっと釣れなかったんでね、ちょっと心残りな今回日本海遠征になりましたね。なんでねちょっと今回はうん悔しい思いしましたね。ちょっとまあそのうちリベンジはしたいなと思ってますね。風向きがねどうしてもまあ西風だったんですけど、これが仙台の方だったらね追い風なんですけど、日本海だと思いっきりねやっぱ向かい風だったんで、まあ仙台の方が良かったんじゃないかな逆に。さあということで、ね、16日からリモートフィッシング第4弾ユータ杯 M カップね、はい、始まっておりますけども、今のところねエントリーはね石川さんのみって形でね、はい、で自分たちとね、まあ、一緒にコラボしたあそこの奥の方のヘッドランドで、はい、あのマゴチとヒラメ釣りマスターということで、まあ、それもあったんでちょっと県北来たっていうのはありますね。はい、いやでも俺最近だから県北での釣果ってないんで、県北でも釣果出したいんですよね。それもあってきました。はい、ということでいつもはね1本手前のねそっち側のサーフなんですけど、こっちの方が数の大きさも、こっちは大きさ出るのかな、数は違うかもしれないですけど、ちょっと今日もねあえて数を狙いに、数って大きさを狙いに来ましたね。はい、ということでまずはもう最近な絶大な信頼量があるもうシーシェイカー、今回はねあのシーシェイカーこの白を買ったことによって3色になってるんで、まあお決まりの桜黒メロンもねもちろん投げていこうかなと思いますけど、まずはちょっとシーシェイカーでいろいろ探ってやってみて、あとはまあジグワーム、まあその辺も持ってきてるんで、その辺でちょっとね
やってみようかなというふうに思ってますけど、今日はちょっとあれだね、左の流れが強い日ですね。なんかところどころやっぱ場所によってゴミがねちょっと、浮いてるようなとこもあるんで、すでにねもうこっちもゴミ来てるんで、もういや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 、こっちも結構ゴミすげえのかな。あーやっぱこっちもゴミ来てるね。仙南サーフも結構ホンダワラが結構多いよっていうような情報が来てたんで、いよいよこいつらが来る季節になりましたよ。ちょっとあれだね、流れの弱いところを見つけてそこでちょっと勝負だね。誰もいないんで今日は。はい、桜グローで行きます。とりあえずねシーシェイカー攻めですね、まずは。はい、ということで投げていきましょう。しかし俺のキャストコントロールのなさよ。真正面に投げたはずがなんで左の方に行くねえ。これ左に流されてんじゃなくて俺のキャストが左に飛んでるだけじゃないのこれ。ちょっと糸付け取りましょうまず、いやーどうだろうね。5月もいよいよ17日もう中旬になりましたよねえ。もう少しで6月になるんですよ。はもうねえ、6月入れば本当にマゴツのシーズンですよ。まあ今年はね、まあ、1枚ヒラメっていうか、まあ、ソゲは釣ってますんでね、まあ、マゴツのシーズン入る前にもう1枚ヒラメは釣りたいけど、まあ今日はねマゴツでも全然いいですよ。リモートフィッシングはやってるんで、まあ、俺の場合は運営なんでね別に、まあ主催者はユーサーさんですけど、まあ運営自体は私なんで、まああんまりね俺がねエントリーしたところで盛り上がらないんで、視聴者の皆さんに釣っていただかないと話にならないんで、はい。まあということで、ね、皆様釣ったら、送ってきてください。まあ、フォトコンテストもやってるんでね、なんか面白いような、写真も撮って送っていただければと思いますよ。はい。さあ、ということで、どうしようかね、なかなか、反応がないけど、いや、今日はちょっと左の流れが厄介ですな。ね、こうCシェイカーでまずカラーバリエーションを変えて何でヒットするか、まずはちょっとあれかな、フラグで攻めてってみて、ダメだったらジグとかそういう感じになるかな今日は。なんかちょっと今日フラグで攻めた気分なんだよねなんか、はい、Cシェイカーのメロン 25g ですね。はい、ということでいきましょう。まずはシーシェイカー攻め、もう3から目ですよ。もうキャストへぐりましたね、ちょい投げになりました。はい、ということで、なんか今日はいまいちキャストのキレが悪いな。なんでしょう、ノースリープだからかな、なんかいつもと違ってあんまりこうキャストにキレがないというか、振り抜けがいまいちだな今日は。さあとりあえず今巻いてはいるけれども、とりあえず流れ弱いとこ、ここが今のところ正面から帰ってくるからここだと思うんだけどね。よし、やるぞ。じゃあまあいい感じに飛ばせたんじゃないでしょうか。から3速目だよもう。今んとこヒットもなんもないもんね。まあシーズン釣る人はねこうやって1日で数本も釣るんでしょうけど、さあこっちはどうなんだろう。うぐだってきたな。まだ日本海の疲れが抜けてないんですよ。
んも反応がないね。結構ゆっくりは巻いてるつもりなんだけどね。おお、波高いとこやっぱ波高いね。でもやっぱここの多少なんかね、こうさらせて出るから、なんでしょう、他のところよりは流されないですよね、やっぱり。さあ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 、危ない危ない、なんだよこれ、何こうなってんのよ一体。はい、ライントラブル終わりました。とりあえずやりましょう。何、どうなってんのこれ。ちょっと待って、ライントラブル終わってねえわ。はい、ライントラブルでバッテリー交換しました。もうついでになんかもう反応ないんで、ルアー交換しました。はい、ローリングスティック、ワカサギからこれでいきましょう。とりあえず生餌からっぽいようなのね、はい、用意してました。日本海仕様で、はい。ね、使うものはありませんでしたけども、そのままだったんでルアーケースが。とりあえずそれでやってみたいと思います。思いっきりキャストミス、垂らし長すぎて後ろに、はい、ちょっと引っかかっちゃいました。はい、とんでもないキャストミスですよ。もうだんだんゴミが見え始まってきてんな。結構海面に漂ってるような、そんな感じがするね。その日にもらうもうあるんすもん、ゴミが。なんか潮が上がってきたタイミングでこれゴミめちゃくちゃ出てきてんだけど、なんだゴミだこれ、ゴミか、やっぱりふざけんな、一瞬期待したべや。ダグや、変な取れ高をありがとう。はい、アクションスリムプリズムチャート行きましょう。このカラーで勝負だ。はい、ウィングビームの赤金で行きましょう。ということで、もうプラグ攻めだね今日ね。まだワームジグ一回使っておりません。さあ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 、いやー飛ぶねー、ウィングビーム。やはりプラグで一番飛ばせるかもしれない。トライデントの方が飛ぶかどうかわかんないけど、やっぱ飛びますねウィングビームは。ヒット引っかかった今。うわ、バレたか、なんだゴミだ今のゴミじゃねえかよ。一瞬ググッとなったもんだって。はい、ついに出しますヘンチマン。逃げろ片口だったっけ、油断片口だったっけ、この絡み忘れた。とりあえずなんとか片口っす。はい、さあということで、いよいよついにジグを出しました。さあここからがいよいよ遠投勝負となります。潮止まりの状態ねえ。一体俺はさっきは何やってんだ。よし、 OKOKOK、 これでいこう。ほっかかりないよね。よし、おー飛ぶねー、やっぱり。いやーね、なんで俺これこういう風にやっかって、あれなんですよ、ちゃんとガイド絡まりないかとか確認してるんですよ。投げた瞬間にぶちこさせないんでね。はい、はい、TG ペット 30g、 はい、行きましょう。さあ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 、なんだガイドの絡まりが。さあ行くぞ、 30g、 45にしようか迷ったけど、振り抜け的に30の方がもちろんかなと思って、ちょっとね 30g にしてみました。まあ、これでちょっと反応がだけで45にしてみようかなと思いますけど、はい、キジビトの 45g、 ブルピンイワシだから、イワピンブルーだから、辛い、忘れだもう本当に、しばらく使ってねえから忘れるな本当にな。ということで35でちょっと軽い感じだったんで、ちょっと45にしました。はい、ということで、あーやっぱ45の方が振り抜け的にスパーッと飛んでいくね。ちょっとサムネの撮影してました。はい、ということでね、はい、フリッパー、こちらリアルサバー、
これでいきましょう。ということでクリッパーの名前さからですよ。もう全然取れた感がねえんだけども。さあ潮止まりから3人入るかな。まあワンで投げてないからねまだね。はい、もう3人潮入ってますね。ということで最後コアマンです。もう今日はこれでダメだ、帰るわもう。もう6時回ってんすよもう。うーが、これ投げる前に、あやった、直った、直った。はい、竿先発したの待ってましたね。竿先発したのとか絡みや八郎だよもう。さあとりあえず行きましょう。コアマン、もう飛距離がうーんこうだなーと。もうこんな景色を見ながらやるしかないんですよ。もう一人ですからね。海に向かってバカ野郎と叫びたい気分だ本当に。もうはあ、そんなバカ野郎が今から投げますよ。バカ野郎バカ野郎じゃねえ本当に。もう波が夕日に照らされてロマンチックじゃねえかよ。波は高いしよ本当に。さあこの3人称のタイミングで魚が何か動いてくれないかしら。コアマンだぞ、 VJ だぞ、食え食えってか。もう暗くなるよこれ、もう少しで。こんな夕方までやってダメなのかよ。ダメだ、今日は撃沈だ。もうダメだ、今日は何やってもダメだ。止めない、帰る。はい、ということで今日は何やってもダメです、もう帰りますね。ずっとここ最近サーフ県北ですけど、そろそろ南の方に行ってみましょうかね。しばし仙台サーフも行ってませんしね。仙台サーフなんてほぼほぼ行ってませんね。県南サークも恋しいし、福島のサークも行ってみたいなと思ってます。さあということで次はどこのサークに行くのかな。うん、帰ります。はい、なるほどでございます。5月の20日、現在夕方6時16分ですね。はい、ということで、もう、間持ちなんで、さすがにもう、超過音がどんどん届いております。今回は、トータルで、何人だろうね、間持ちだけだったら、6人かな?はい、来てます。それで、間持ちのリモートなのになぜか平辺を釣ったんで、ぜひ紹介してくださいって人が4人います。はい、ということでかなりね、紹介する人が多いんで、ポン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 と、はい、行きたいと思います。それではね、まずはじゃあ間持ちの方から行きましょうかね。はい、それではまずはこちら。はい、オンラインサロンメンバー三浦さん、今回は42センチということで、前回のね43センチを超えることができませんでしたね。はい、釣られた場所は鳴瀬川の河口、まあハウルの3インチ、まあ前回とまあ同じですね。カラーはちょっと違うみたいですけども。はい、ということで今回2枚目の釣果ですね。はい、三浦さんおめでとうございます。はい、そんな三浦さん、間持ちのサイズね更新とはならなかったんですけども、この方ねちょっと釣る時期をちょっと間違っちゃったみたいですね。はい、ちょっとこれだけじゃないんですよ。はい、それではもう1枚ちょっといきたいと思います。はい、こちらズドン。はい、こちらも今度ヒラメのサイズがこちら 57.5 センチということで、こちらもハウルですね。はい、まあ、釣った場所はもう鳴瀬川の河口ですね。はい、ということでね、これがもうちょっと早かったらね、このサイズ2位でしたよもう釣ってたら。はい、ということでね、今回はおまけで紹介しますということで、ね、はい、ね、せっかくなんで、ね、このニコニコ顔、マンゴチの写真と全然違うんですよね、顔つきがもうまあヒラメとマンゴチだとそれはヒラメこういう顔になるよな。はい、ということでね、見事なヒラメ、はい、皆さんおめでとうございますということでね、今のところ三浦さん暫
定1位ですね。はい、今のところね。はい、マゴチのサイズまさか43で終わるわけがありません。さあ、ということでね、続いていきましょう。はい、続いてもオンラインサロンメンバーでご紹介していきましょうかね。はい、まずこちら。はい、サロンメンバー小室さん。はい、釣られた場所は宮城県某漁港を知ってる人はどの場所か知ってると思います。はい、ということで釣られたルアーがまあジグパラサーフということでね、40センチですね。はい、小室さんおめでとうございますということでね、これ昨日の釣果なんですよ。これだけじゃないんですよ。次見てくださいね、どうぞ。はい、これ今日です。これ今日の釣果です。これはい、しかもこれ全部あの卵で釣ってます。はい、ということでね、もう4つもあればこれあのあれなんですよ、1個ずつのあれなんで、もう全部まとめました。はい、まずね、52cm、51.5cm、44.5cm、46.5cm ということで、はい、一番大きいサイズ 52cm ですね。このドヤ顔見てくださいこれ、もうこれもうフォトコンですよ、フォトコン。もうフォトコン行きですよ、こんなね、男にあるこのね、ドヤ顔ドヤみたいな。はい、ということでね、素晴らしい釣果、さすが小室さんですよ、おめでとうございますということで、小室さんが今の時点で52センチ釣られて暫定1位となりましたね。はい、暫定1位おめでとうございますということで、はい、まあ、このようにね、小室さんが一気にね、ね、この4枚も上げてくるというね。はい、なんかこの後美咲くんも夕まずめ行くって言ってたとかって言ってたんで、もしかすると仕事増やすかもしれませんとかって、ちょっと言ってたんですけども、僕ちょっと撮影入ってるんで、はい、ね、美咲くんもし釣ったら次回の釣果速報でご紹介しますということで、もうおそらく釣るでしょうね、美咲くんは。はい、ということで、すぐ孫ちのリモートとなると大変だね。もう送ってくる人は大変なんですよ、もう一人で4枚もあげるんですよ、だって。さあ、ということで、じゃあ続いて紹介していきましょうか。いや、次は一般部門の方行きましょうかね。はい、まずこちら。はい、エントリーナンバー2番、トラ様。前大会3位ですね。春ひらめ選手権3位の、はい、トラ様が今回もエントリーしてくださいました。釣られた場所が奥松島。これ多分大浜じゃねえかな、これ背景見ると。うん。ヒットルアーがワームケイテックということで、これ前回ね、ひらめ釣った時も同じワームでね、釣られてるんですよね。それでサイズの方が45センチということで、はい、釣果の方いただきました。おめでとうございます。はい、ということで、前大会ね、3位ですから、まさかこの45センチで終わるわけがないと思いますのでね、またね、釣果の方ちょっと楽しみにしております。はい。ということで、次々行きましょう。紹介する人が多いんすよ、もう。はい、続きましての、はい、釣果はこちら。はい、エントリーナンバー3番 K 様、釣られた場所が大曲がり浜ということで、ヒットルアーがジグパラですね。はい、サイズの方が55センチで、これもうサクスンポのこれメジャーですよね、これね。はい、ということで、一瞬18センチ19センチと思ったけど、よく見たらサクスンポかと思って、はい、ということでね、55センチということで、ここに来てね、小室さんできましたね。小室さん短いちょっと1位でしたけど、はい、ということでね、 K 様がマゴチサイズ55センチで暫定1位になりました。おめでとうございます。はい、ということで55まで来ましたね。まだマンゴーまで出てこないですね。でも、大曲がり浜っていうことあれかな、もうサーフじゃないんだろうね、多分。俺たちがやった場、石川さんとコラボした場所でやってんのかな、どこなんだろうね。まあ、でも結構あの辺もマゴチ、ね、釣り始まりましたからね。ちょっと石川さんとちょっと来週ね、夕まずめ行こうかって話でちょっと今計画中でございますけども。はい、ということで、またいらっしゃるんですよ。続いて紹介していきますよ。はい、続きましては、はい、こちら。エントリーナンバー4番サザボン様、ヒラメを決定戦の時にね、エントリーしてくださってるんですよ。はい、ということで、今回仙台サーフで、はい、フリッパー Z40g でマンゴチのサイズが45センチということで、はい、おめでとうございます。ヒラメを決定その時もね、結構ヒラメ何枚かね、釣果ね、送ってくださいまして、はい、結構釣られる方ですよ。そう、続きましては、はい、こちら。
はい、エントリーナンバー5番岩崎様、仙南サーフでジョルティで50センチ、おめでとうございますね。え、前大会あの春ひらめ選手権でも、はい、エントリーしてくださいましてね、2枚超過2枚とも39センチというね、はい、ことで、はい、ね、なんか仙台サーフカップでなんかうちのメンバーとご一緒だったということで、はい、まあ、今回はマモチの方がね、50センチということで、もう大きいサイズですね。まあ、自分もねちょっとお会いしたことはあるので、はい、釣り場でね、まあ、ちょっと機会があればご一緒しましょうなんて形でね、ちょっとお話をしてましたけどもね。はい、という形で、まあ、こう なんだマモチだけでとりあえず 1,2,3,4,5,6 名様から来てますね。はいね、今回はマモチで6名様で、ヒラメの方がまだあるんですよ。さっきね、あの三浦さんね、あのマモチついでヒラメ釣りましたって言ってるんですよね。はい、それ以外にもね、ヒラメを紹介してくださいという人がいるんですよ。じゃあまず紹介していきましょう。はい、まずはこちら。はい、リモートフィッシング第1回ヒラメ王決定戦で第3位に輝きましたカズ様から、はい、超過方法をいただきました。釣られた場所が仙台サーフで、スピンビームのことでハイアピール大きいタイプですね、 37g の。はい、それで釣りましたということで、サイズの方が51センチです。はい、おめでとうございます。ということでね、もうヒラメもマゴチも釣れる、はい、そんな感じでございますよね。まあ今はね、ちょっとヒラメは下道扱いですから、でもね、紹介してほしいということでね、はい、紹介しましたけども、さあその他にもね、この方釣りました、どうぞ。はい、砂浜マンジ会我らが岩間さんでございますよ。これいつだ、18日ですね、水曜日、これ水曜日の超過です。はいね、仙台サーフで救急ヘッドで、はい、釣りました。54センチですね。はい、もうバディワークス文字でもう大きく取ってますからね。はい、そんな山さん、まだこれだけじゃないんですよ。はい、これを釣った5分後にもう1枚、はい、43.5センチ、同じく救急ヘッドで釣りました。ちなみにこのヒラメ、我が家にあります。今我が家で5枚おろしにして、もうあれでございますよ、もう今冷蔵庫で熟成中でございます。ヒラメ2枚もいらないからってことで1枚いただきました。はいね、今日あたり食べようかなと思ってます。ということでね、もう岩間さん、マゴチを釣らずにヒラメを釣ってしまったということでね、ユータハイの M カップにまだノーエントリーですよ。はい、まあその辺ヒラメをね、バシッと釣るとこさすが岩間さんかなと思いますけども、はい、という形でね、まあ今回ヒラメ釣りましたって方は3人かな、うん、3人の方から、まあヒラメ釣ったよっていうね、もうマゴチだっつってんのにね、もうヒラメを送ってくる人たちがいますから、本当にね、まあ特別ですよこれは、うん、ね、はい、ということで今回はね、サイズの方が55センチまで更新されましたね。はい、それでまた女性部門、ジュニア部門の方がね、まだノーエントリーなんでね、ぜひお子様と一緒に行ってね、お子様釣ったらエントリーしていただければなというふうに、はい、思います。お父さんが釣った魚を子供にね、お出しにエントリーなんてことだけはちょっとやめてくださいよ。はい、ということで、ジュニア部門、女性部門お待ちしておりますので、はい、ということで今回は、まあ、こういうような、結果になりました。はい、ね、女性部門、ジュニア部門のね、エントリーお待ちしておりますんで、はい、ということで今日は終わりにします。なるほどでした。はい、ゆうたです。リモート第4弾5月16日から5月30日までユータハイマゴチカップやります。